ダゲレオタイプで撮影したダゲールのアトリエダゲレオタイプとはルイ・ジャック・マンデ・ダゲールにより発明され1839年8月19日にフランス学シーンで発表された世界初の実用的写真撮影法であり出版写真技法が確立するまでの間最も普及した写真技法銀メッキをした銅板などを観光材料として使うため日本語では 銀版写真とも呼ばれる。展示て、その技法を採用した、世界最初の写真用カメラ、ジルーダゲレオタイプも、ダゲレオタイプと呼ばれる。ダゲールによる、写真、タンプルオー通り。1838年から1839年に、撮影。10分以上の露光により、道路を行き交う人馬は、全く映っていないが、 唯一画面左下に片足を何かに乗せた人物が写っており、おそらく初めて写真に写った人物と思われる。1840年にバイエルン州で撮影された集合写真。前列左端の女性はモーツァルトの妻コンスタンセとされている。ダゲレオタイプの最も大きな特徴はポジティブ画像をダイレクトに売る写真技術であるという点である。 ダゲレオタイプ以降に登場した写真技術では基本的に明暗の反転したネガティブ画像を得てそこから明暗の反転しないポジティブ画像をプリントする方式が主流であったのに対しダゲレオタイプは銀板状に定着されたポジティブ画像そのものが最終的に干渉に供される画像となるこのことはダゲレオタイプで撮影された写真は1枚しか 存在しないことを意味する。またダゲレオタイプに使う銀板は不透明であるから観光面側から像を干渉する形となり左右が反転した像を見ることとなる。接触などによって銀板上に定着した像が壊されやすいのもダゲレオタイプの欠点の一つでありガラスなどで保護するなどの対策が必要となる。最初期のジルーダゲレオタイプは 感度が低いことに加えて、レンズの解放値も暗かったため、露光時間が日中屋外でも10から20分かかり、肖像写真に使えるようなものではなかったが、1840年代、初頭にペッツバールが明るいレンズを開発したほか、観光材料も改良されていったことによって、1から2分から最短で数秒程度の露光時間で済むようになった。これは、写真出版よりも、 やや好感度か、ほぼ同様の性能である。ダゲールの肖像写真晩年の、ウェリントン公爵祭晩年のアンドリュー・ジャクソン、会議員選挙に出馬した際に撮影された、エイブラハム・リンカーンの肖像写真ボストンで行われた、外科手術の様子エドガー・アランポー。サンフランシスコの街並み、島津成り明ワシントン DC のペンシルベニアを通り、 カメラオブスクラの画像を固定して残そうとする試みは18世紀末以降様々に行われてきた。最も早く発表されたのは1802年発表のトマス・ウェッジ・ジウッドによる小三銀を用いた方法だが彼は得られた画像を定着する方法にはたどり着いていない。ダゲレオタイプの発明に直接つながる動きとしては ダゲレオタイプ発明のもう一人の立役者ニセフォル、ニエプスがカメラオブスクラの画像を固定するヘリオグラフィを1824年に開発している。これはビューター板の上にアスファルトを塗ったものを観光材として使う方法である。このヘリオグラフィこそが世界最初の写真技法だと言えるが、露光時間が日中の屋外でも8時間もかかるなど、 とても実用的とは言えなかった。パノラマ館やジオラマ館など工学技術を用いた工業を行っていたダゲールは1824年前後から独自に写真の研究を始めていた。ダゲールはカメラオブスクラなどの工学機器を購入していたシャバリエ天のシャルル・シャバリエからニエプスの成功を知らされる。ダゲールは1829年12月14日に ニエプスと共同研究を行う契約を結んだ。これによって、ダゲールは、ニエプスの発明の詳細を知ることができた。ヘリオグラフィとダゲレオタイプはその原理の面から見れば、ほとんど別物と言っていい写真技法である。しかし、銀板や要素を使うこと、現像というプロセスのアイディアなどヘリオグラフィから、ダゲレオタイプに引き継がれた要素も多い。 はじめの契約では完成した写真技法にはニエプス、ダゲール両名の名前を残すことになっていた。共同研究の途上でニエプスは死亡し共同研究のパートナーはその息子イジドールニエプスに引き継がれた。その後の契約変更でニエプスの名は残されないこととなった。ダゲレオタイプを完成させたダゲールは 自分の発明に箔をつけるため物理学者のフランソは、アラゴなど、当時巧妙だった科学者、芸術家にダゲレオタイプを見せている。アラゴは、この発明を世界に公開するというアイデアを思いつき、そのために特許を、フランス政府が買い取り、ダゲールとイジドール・ニエプスに年金を支払うように働きかけた。そしてこの提案は実現し、ダゲレオタイプは誰もが使えるものとなった。 1839年8月19日、フランス学神科学アカデミーの定例会において、芸術アカデミーとの共催により、ダゲレオタイプに関する公開講演が行われた。講演者は、フランソア・アラゴーである。ここで、ダゲレオタイプのすべてが公開された。ダゲレオタイプ発表当時、すでに、カメラオブスクラの画像を固定する技術はいくつか、存在した。 例えば現代につながるネガイコールポジ法の創始者で、あるタルボットは、カロタイプをダゲールの発明以前に完成していたと主張している。しかし、ダゲレオタイプは圧倒的に高精細であり、また、フランス政府が特許を買い上げたこともあってた叩く、間にヨーロッパとアメリカ大陸に普及した。後に、銀板を要素蒸気にさらす際に臭素を加える。 ゴッダード法の開発等により感度を向上させるなど改良が加えられた。アメリカ大陸では家族の肖像写真をダゲレオタイプで撮影したものが多く残っている。後に写真出版が発明されヨーロッパ大陸ではダゲレオタイプが駆逐された。後においてもアメリカではしばらくダゲレオタイプによる肖像写真が好まれており残ることとなった。 現代の日本でも、荒い桜ダゲレオタイプで作品を撮影する、写真家がいる。銀メッキした銅板を表面に磨き上げ、要素蒸気にさらして表面に、溶化銀の膜を形成し、これを日光などに当たらないようにカメラへ取り付ける。日中屋外での露光時間は、初期のタイプで10から20分、改良されたものは最も短いもので数秒程度で、ある。 光が当たった部分の溶化銀がイオン冷気状態を作ることにより像が記録される。この段階では直接銀板表面を見ても画像を干渉することはできない。撮影した銀板を水銀蒸気にさらすことによって目に見えなかった撮影済みの画像を目に見える画像にすることができる。露光時に冷気した銀イオンに水銀が作用して 銀水銀アマルガムを形成することによって像が浮かび上がる。現像してできた像は放っておくと観光が進んで崩れてしまう。そこでダゲールオリジナルの方法では食塩水を用いて定着させるという操作が必要になる。後にジョン・ハーシェルによって塩硫酸ナトリウムを用いる方法が考案された。ジルン紹介から発売された。 最初の市販ダゲレオタイプカメラ、ジルーダゲレオタイプは、シャルル・シャバリエ製作の色収差さを補正した、メニスカスレンズを使っていたが、このレンズは、F17 程度と非常に暗く、露光時間は、パリの日中で10の20分程度かかったとされる。どのカメラも、ダゲールの署名とジルーの印のないものは保証しない。ダゲレオタイプは、パリのダゲールの指導により、 アルフレッド・ジルー紹介が製造したものであるとのプレートが付けられている。日本では日本カメラ博物館にオリジナルが展示されており、ペンタックスカメラ博物館にはレプリカが展示されていた。167-216mm 版。ありがとうございます。